吉本プラモデル部部員佐藤ピリオドです。物言い岡山です。はい、お願いします。さあ、何よ今日は。今日はですね、ムーブロットさんが運営するパトラボ、そこでイングラムに登場させていただきます、はい、いや、イングラムは錦糸町にはないよ。それがあるんですよ。この中に、中に今あるんです。乗れちゃうの。それで乗れるんですよ、ついに。じゃあ行こうよ。行きましょう。見たいもの早く。ですよね。そうよ。いや、もうこの中にある。中にあるんだよ。あります。なんで行きましょう。今日部長いないのが残念なんですけど。残念ですね。ちょっと行きましょう。行こう行こう、ね、楽しいんだよ。そう、頼もしいです。開けちゃっていいのか。いいですか。行きますよ。すごいよ。見てやってください。皆さん、やばいよ。イングラムですよ。いや、ほんとにかっけえ。すげえこれ、いかつ。乗れるんですって、まあ、いろいろお話も聞きながらね、登場も、はい、ご準備もあると思いますので、はい、やっていきたいと思います。こちらですね、まだオープン前ということで、いろんな準備を最中、メンテナンスの最中なんですけども、特別に、ね、なんと特別にですね、この内部フレームも、うん、あの本来嫌がることじゃないですか、結構、ね、けど、あ、全然あの映していいですよということなので、もうここ多分もう見れないです。そうですよ。今後一般で行っても見れることのない場所、ここのね、こんな感じになってるという。あそこもですね。あ、本当だね。 肩の内部、はい、もう多分ここに本来入りますからね、こう、あ、そうですね、布というか、うん、あれがね、かぶさるわけですよ。かぶさりますから、うん、めくれてますね。こんな感じになっております。もうプラモブだけですよ、見せてもらえるのは、ね、ありがたい感じでございます。流しちゃってもいいって言ってましたから、はいね、すごいですよね。本当にいいんですかって、ね、はい、こっからですからね。ありがたいです。いや、すごい。ということで、登場前にですね、はい、少しご説明もいただける、ね、ということなんで、はい、案内人の方をご紹介したいと思います。どうぞ。こんにちは、ムーブロットの広報担当、高垣です。お願いします。いや、衣装がもう特殊にかじゃないですか、ちゃんと。すごい。ノアの後輩ってことでよろしいですかね。先輩ですか。先輩です。あ、先輩。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今からこの手が稼働するということなんですが、はい、稼働には何を使うんですか。この手袋とパソコン。手袋、これでいけるんですか。はい。想像がつかない。ちょっと先生、もう本当未来の話だと思ってましたけど、もう今現実でそれが可能なんです。あ、ちょっと動いたよ。え、今やってもらっていいですか。じゃあやります。はい、同じ動きをするってこと。うわすげー。マジかよ。どうなってんの。マジでどうなこれ、マジすごいっすね。あ、ちょっと今仲良く立つじゃダメです、危ないですたま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 です。あ、よかったよかった。いや、絶対子供とかやっちゃいますからね、これ。そうですね。でも多分センサーで反応してるってことですね、手の動きを忠実に、はい、これってこれ、握手はできないですもん。危ないですもんね。ちょっと危ないですよね。これ握力すごい。どれぐらいなんだろうね。これちょっと聞いた、いいですか。担当の開発担当のです。お願いします。今回この手袋ですね、はい、あの指の関節一つ一つにセンサーが入ってるんで、はい、指単純に握るだけじゃなくて、こう自由に動かすことができるんです。第一関節とか第一関節、細かい関節の。そうなんですよ。すげえ。で、一つの関節あたりのトルクが大体あの40キロセンチメートルぐらいあるんで、でこれ全体的に言うと、本当に人一人分ぐらい掴み上げるぐらいのパワーあります。それが例えばこういうことできるってことですね。やろうと思えばできる。はい、あの犯人を危ないですけど。そうです。すごいできちゃうんだ。マジですか。そのしかも握力の調整もできるってこと。あ、そう、今はもうすごく弱くしてるんで、はいはい、逆にあのバネみたいなちょっとあのボヨンボヨンっていうのちょっと強さにもう思いっきり下げて使ってます、はい、あ、やっぱ危険もあるからね。それ危ないですもんね、はい、安全性を考慮して、はい、UFO キャッチャーのすごい版ってことですね。あのアームの調整なんて UFO キャッチャーも僕ゲーセンでバイトしてたんで、はい、弱いアームの設定なんですね。こう撫でるだ、今撫でるだけ状態ですね。けど本気出せばもうガスやと。いや、持ち上げるすごいですね。今電源切ってるんで、はい、まだ乗る前に最初手だけね。手だけね、はい、
ずっしり重いですね。びっくりした、あったかいって言われる。ちょっとそれはセンシティブですからね。ちょっとで、ここですか。こっちですね、ここ。はい、ちょっと振動するんですね。あ、ブーっとこう今入ってる。はい、おお。これ指動かしてせっかくですから。あ、キケスさん、じゃあ、はい、行っていただいて。いきますよ。おお。うわぁ、すげえ。おお。めっちゃすごい。かっこいい。かっこいい。すごいっすね。あ、できる。グワシできる。うわ、すげえ。あ、これ面白いよ。うわ、これすごい。装着してやりたいでしょ。ちょっとやりたいです。ギタカさんもやらせましょう。今日は今日はいい。それはもう、それは、いやいや、せっかく来た。三人しかいないんだから。3人しかいないんだから。今日森木さんいないからさ。おお、すげえ。じゃんけんぽん。あ、すごい、できました。いや、しかともかしましたよ。すげえ、じゃんけんできる。かっこいいよ。でさらにこのコックピットに乗ってそれができるってなったらもうたまらんすよ。これはぜひとも皆さん体験していただきたいです。もうぜひぜひ。はい、ということで登場前なんですけども、はい、肩に本来こうナンバリングがあるじゃないですか。1とか2とか、ね、これがないっていうのはね、まだ理由があったりするんですか。これはあくまでもテスト機なので、はい、これ入れると特殊に課の警察車両になってしまうので、今回はテスト機ということでこれがない状態です。おすごい、設定がしっかりされてます。しかもこれもちゃんとあのダメ出しがあったってことですね。監督から伊豆淵監督に見てもらって、はい、そういう設定になりました。ね、意味があるんですよ、ナンバリングないのも。ない理由がちゃんとありますね。あの皆さん来た時にそれもちょっと鳥肌ものだと思いますので、興奮していただければと思います。こちらはですね、パトレイバーのもともとグッズだったり、はいはい、言ったら販売されてたものが展示されてるスペースと、さらにここに来たら買える物販グッズ、グッズですね、こちらが展示されております。こちらです。これ始末書ありますよ。始末書のクリアファイル、はい、太田がやたら書いてるやつですよね。そうです。いつも勝手に打っちゃうから。一応裏表になっていて、はい、裏は篠原重工の実山さんの、はい、すごい、すげえ、はい、これはちょっとファンはたまらんすよね。中に紙の始末書が2枚入ってるので、はい、本当に自分で書いて楽しんでもらえます。これは最高ですね。これ本当に特殊に慣れた感じがしますよね。これはぜひとも買っていただければ、はい、あとこの2つは、うん、T シャツと、はい、はい、アメリカ帰りのしげさんが着た、はい、アロハシャツと、なるほど、その場面で、はい、アスマが着ていたドジティです。はあ、これもね、ぜひとも、もう多分みんなファンは買うでしょ うね。これを全部買って。そうですよ。このデフォルメメカも売ってるんですか。はい、これもですか。はい、あら、駄菓子屋にあったね。あ、そうです。ですよね。懐かしいね、これね。これ1枚ずつも売るし、まとめ買いもできる。まとめ買いも一応してはいます。ですよね。じゃないとこの一番上のイングラムの取り合いになっちゃう。大人が喧嘩するの見たくないですもんね。平和的に解決してほしい、はい、すごいですね。すごい。そしてさらに、これ、登場のイングラムに入れるディスクですよね。ディスク、起動ディスクです。はい、も9番のイングラム、これ販売していて、はい、前のが名前入ってないと思うんですけど、はい、自分で名前を入れて、自分のディスクを作れるっていうものになります。すごい、めちゃくちゃすげーな、これこだわりえぐいな。たまらんっすね、これ。すごいわ、これは。ちょっと殺到したら大変なことになる、割と下町ですよ、ここ。そうですよ。すごいね、これちょっと入場とかね、気をつけないとですね。いや、でもまあ入り口からは僕らはもうワクワクしましたね。ワクワク、皆さんもワクワクするんじゃないですか。はい、本当に。そしてさらに細かい、実は設定がこちらのかなちゃん。はい、かなちゃん、はい、分かりますか。これもだから一日所長やられてた。あ、そうです。はい、スキノア先輩の回で、はい、スポットライト当たるんですけど、特殊にかの中のアイドルで、はい、その人が実際に
本当に存在したらこういう会員カード、はい、ファンクラブですいません会員カードがあるよなっていう。裏も見てみます。あ、すごい、ファンクラブ会員ナンバーも書いてある。すごいな、これがもしあったらっていうことですね。イフの設定、これすごいですね。でもすごい愛を感じますね、やっぱね。さらにはもう設定集と、そう、後ろにはイングラムのリボルバーカノンが、そうね、あるですね。あんな自分に見られてるのちょっと怖いですかね、やっぱね。恐ろしいですよ、ね、恐ろしいですよ。あれ、それは車一発で廃車とか出てきますから。すごいです。はい、書いてもらった始末書を、はい、まあ、リボルバーといえば太田さんで始末書ですよね。カセットで。すごい、寝坊もしてます。10回ですね。すごい、すごいですね。45になって大はしゃぎして、いいな、大変申し訳ございませんでしたってこと。ありがとうございます、すいません。ありがとうございます。登場するやつってこのイベント自体、はい、なんかコースがあったりするんですね。そういう、そうです、パイロットコースと工場長コースと観覧プランっていうのがあって、パイロットはもちろん乗って操縦できます、はいはい、で工場長が工場長になった気分で、その動かしているパイロットの機体をチェックレテンしていく、実山さんになった気分でチェックしてもらったと思っていて、はいはい、で観覧プランが動いてない状態のイングラムを自由に見れる、ちなみに工場長になった時はサングラスの貸し出しは、あ、ちょっとないんですけど、あ、ですか、持ってきていただいて、持参は OK ということなので、はい、持参でお願いします。あ、お願いします、ぜひと。すごいですね、満載ですな、これは。いや、本当にこの細部までこだわってるからめちゃくちゃ楽しいですね、うん、愛を感じてきですね、いかつい、素晴らしい。ということで、登場でございます。先行っちゃってるよ、俺は。今の太田ですか。待てなかったんだよ。行きましょう。これ近くで見たらやばいぞ。ご覧ください。すごい。うわ、すげえ。マジか。やべ。これはテンション上がりますね。原作通り四つん這いで行くらしいです。このすごい。コックピット。に非常に目いきますけど、はい、ちょっと上ご覧なさいよ、お顔、うわ近い。そして警察のお前もある、すごい、あ、いい絵ですね。いい絵ですよ。かっこいいですね、この警察のマークと共に。いい、ね、行かせていただきま す, います。だいぶ狭いらしいですよ、はい、原作と同じように四つん這い。お、本当だ、攻め。ちょっとすみません、お尻見えますね、すみません。ポキポキ言ってる、ポキポキ言ってる。足場がすごい、はい、あ、モニターある。あ、モニター、マジ？ギタカさんとピリちゃんが見えるよ。嘘でしょ。見える見える、正面に。どこにあるの？私の正面に、もう ここにちゃんと見えてるんですか。ここに見える。そう、あのお二人がちゃんと覗き込んでいる二人が見える。マジっすか、すごっ。うわ、すごい。で、これが鳥側だ。あ、これ腕つけるやつだ。じゃあ、申し訳ないけど。お、ほんとだ。あ、ルッパ、ルッパ出る。うわぁ。あ、これはすげえわ、これ。このイベントが終わったら本当にこのイングラムのメンテナンスが毎日行われるってことだよね。そうだね。すげえテンション上がるね、なんかそれはそれで。すごいの？警視庁がやってそうじゃないですか、この登場イベントみたいな、本当に、うん、日曜日とかに。あ、これすごいよ。え、あ、前に？前にね、スライドすんのよ、これ。前後に肩の位置。あの、肘からの？いや、肩。あ、肩から？うん。もうすげえ。すげえな、これ。これ中見ないと分かんないよ、みんな。これ入ってみないと分かんない。これハト。ちょっとピーちゃんおいで。あと自由に触っていいの、本当に。触っていいんですか、これ。誰もいないけど。どこから見てんだろう、これ。うわあ、すげえ。うわあ、テンション上がる。うわ、本当だ。やばいぞ。すげえ、モニター。はあ、はあ、はあ。ピース見えるでしょ。見えます。うわ。うわ、いい、すげえかっけえ、こうピッピッてタッチでね。
すごい。わあ、これは確かにテンション上がりますね。でこれ中入ってみないと分かんないよ、これマジで。ほら、これ見てください。ああ、ほら、これ、これできますよ。これができる。すごい。だこれセンサー、ま、あのグローブして、で本当だったらそこもここつけて、掴んで、ってことですよね。で腕も多分はめるのよ。はめて、であのこの肘のやつが動く、稼働して。すげー。で両サイドも見れて、モニター3つあるんですよね。でもそう、スリーサイドモニターすごいですよ。見たいでしょ。見たいです、ね、ちょっと見たい見たいです。500円。あ、じゃあカメラを、はい、皆さんコックピットご覧くださいと。こんな感じでカメラがあって、おじさん2人の顔がモニターされてるんですよ。こっちにやってるだろう。そうだよね。いろいろ、ちょっと横には、はい、アームですね。アームがあって、はい、このなんか内側も、うわあ、パイプというか何ですかね、このすっごいっすよ、全部が内部の配線、ね、配線と銃なり何かっていうか、上からそうね。気をつけてよ。イングラムの顎岩さんだよ。今イングラムの顎下取ったよね。なかなかレアだよ。レアだよ。いやー楽しい。楽しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。すいません。ありがとうございます。すいません、そのままに。はい。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。お願いします。すいません。これめっちゃテンション上がるよな。あ、じゃあ同じ。これだって中に2枚入ってるでしょ。はい。友達とかにあげたらまた喜ぶよね。どんなプレゼントですか。ほら、プレゼント。もう一個キーホルダー。はい。篠原重工の。ちゃんと型式もついてます。今朝もほぼ一緒多分。シールなのかクリアファイルなのかのシール、ね、あのキュウさんはギター科にシールをごちそうみんな1枚ずつ取ってくる。ギター科さんも1個ずつ袋を取ってピッてやりましょう。せーの、はい、これはいいぞ。2枚入ってますね。入ってます。1枚ずつ、せーのでピッ。いや仲良しすぎるでしょ。一緒。ピッケル君、そしてのでペッ。お、ブロッケンだ。お、ボクサーだ。ボクサー、ボクサーちょっとかわいいですね。ブロッケンはやっぱね、いいですね。いいですね。軍事用でございます。いや、かわいい。かわいい。レトロ。じゃあ、ギターさん、ギターさん持ちます。なんでよ、なんでよ。楽しいじゃん。一応特殊二課として先輩、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。このイベントの概要、内容は、はい、詳細ですね。詳細ですね、はい、概要欄の方に概要欄の方に載せておきますので、ぜひともチェックしていただければ、はい、ということでございます。はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。抱きしめてミッドナイトモードで抱きしめてみんなにありがとうございました。